今日は約束した日だ。ポートタワーの遊覧船に乗ろうって。船に乗るの？何するかってプレイヤーも分かってないんですけどね。ただタイトルに遊覧船って書かれてたので、船に乗ってどこに行くの？分かんない。まあ、楽しみではあるよね。今日は森島先輩と一緒に出かける日だ。まだ待ち合わせまではだいぶ余裕があるけど、家にいても落ち着かない。うん、遅刻しないように余裕を持って出発しよう。それがいい。それでいいぞ、純一。他のヒロインの時は結構遅刻するやつもありましたから、これはなくていいんだよ。先輩よりも早く行かないと。13時30分。30分前か。さすがに早く着きすぎたかな。もちろん森島遥はいないでしょうね。いた！あれ？あれ？そしてその服。前の日曜日見たまんまや。嘘でしょ。何その服。帽子があかんのよね。服は何の問題もないんだけど、なんだよその帽子。前も突っ込んだけど、個人的にすごくダサいというか、森島遥っぽくない。漫画家っぽいんだよね。将来漫画家志望ですか？志望の方ですか？そういう大学に行こうとしてますか、これからね。わー、その服装でなんか日曜日の楽しいテンションがぶち壊しというか、帰ってほしいわ一回。帽子脱ぐだけでいいんでね、いつものカチューシャつけておいて。あれがないと森島遥と言えない。まだ待ち合わせの時間まで30分もあるの？いや、どうしたの？こっちのセリフだよ。なんだよその格好は。どうしたんだよお前。私はなんていうか、家にいてもなんか落ち着かなかったから。同じですよ。先輩もですか。そうなんだ。なるほど、この二人は似た者同士ってことか。私は違うもん。違うもん？え、なんで否定すんの？楽しみっていうか、そんなに楽しみだったわけじゃないの。なんじゃそれ。下手くそやなこいつ、否定するとか。まあほどほどって感じかな。うん、どっちやねん。でもこのなんていうのかな、もうやりとりが可愛らしいよね。え、少しでも楽しみに思っていてくれたのならそれで嬉しいですから。またそういうこと。なんでもない。それよりも今日はどこに連れて行ってくれるの？そうだよね、これからデートの開始なんで、もうなんかクライマックスみたいな空気ありますけど、これからです。ここでは言わないと。あ、それいい。すっごく面白そう。君の選んだ場所に何も聞かされずに連れて行かれちゃうってことね。なんだかワクワクしちゃう。あ、ねえ、あれ何？私どんなところでも割と大丈夫だけど、エッチなところはダメよ。エッチって、そんなところには行きませんよ。てかそんなところってどうですか。ちょっと口から出して言葉として。冗談よ。もう、もう冗談でもそんなこと言わないで。周りいろいろといるんだから、子連れもいるんだから、おばあちゃんとね。よし、君に乱されたペースも戻ってきたし、早速行きましょう。なるほどね、先輩的にはやり返したかったんや。何？そっちじゃないです。ああ、そっか、私が先に行ってもどうしようもないのか。そうでしょう。何言うとんねんこの人、天然にもほどあるわ。なーによ、もう照れたり天然発動したりからかってきたり、忙しいな。一つであれ、ほんとドキドキドキッとさせるんだから。あんた常にドキッとしとるぞ。なんでもない、行きましょう。顔赤らめてる時間の方が長いんだよな、ここまで。常に顔赤らめてるんで。なるほど、いい場所選ぶわね。目的地到着。うん、大好きよ。海からの風が気持ちいいし。でもここは私も予想済みだったな。あれれ？ええ、公園でしょ、映画館でしょ、デパートでショッピングでしょ、あとゲームセンターに遊園地に。
本当だよ。そうかな。だってさ、君がどこに連れて行ってくれるか楽しみだったから。なるほど。先輩そんな楽しみにしてくれていたんだ。さあどこから回ろうか。まずは水族館、それとも。あ、先輩実はそれも考えがありまして。え、そうなの。はい、もう少しだけ僕にお付き合いしてもらえますか。もちろん楽しみよ。いや、だからタイトルに書いてあった通りそこの場所に行くんじゃないですか。ん？どうかした？乗り物酔いとかする方ですか。うん、平気よ。乗り物？え、もしかしてこれ？わあ、面白そう。行こう行こう。場面変わって。わお、素敵な眺めね。風も気持ちいい。いや、その帽子は大丈夫か。海に世界一似合わない格好してますけどね。おー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 おお、これはまあ海ですよね。あ、もう船の上だこれ。あ、そうですよね、船の上で、もう海の上だ。なるほど、なんか乗る前とかあんのかなと思ったらだいぶ段階すっ飛ばしたね。参っちゃったな。まさか遊覧船に連れてきてくれるとはさすがに予想してなかったわ。感激しちゃった。あらららら。うん、本当に嬉しい。私のためにいろいろ考えてくれたんだね。いや、もうキュン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 来とるやん、森島パイセン。まいっちゃ。でもこっちも嬉しいよね。ただ連れてきただけでここまで喜んでくれるんで。実はもう一つだけ先輩に喜んでもらえそうなアイディアがあるんです。なんだ。え、アイディア？何をしようとしてんだ。あ、手を出してもらえますか。おおお、これってちょっともしかして、お、それあ、見て見て、食べたよ。私の投げた餌を空中で食べちゃった。うん、今のはカモメ海猫視点ってことやな。今海猫になってましたピーマン。あ、で終わった。楽しかったね。ちょっと早いような気はするけどね。もうちょっと遊覧船の上でなんかあるかなと思ってたら結構あっさりって感じ。確かにちょっと寒かったかな。でもずっとはしゃぎ回ってたからあまり感じなかったかも。はしゃぎすぎてちょっと疲れちゃったね。お茶でも飲もうよ。あそこにしよう。あら、時間はだいぶ進んだっぽいな。長居しちゃったね。君と話していると楽しいからあっという間に時間が経っちゃうのよね。もうこういうことを聞き返さないの。分かればよろしいね。え、今日はさ、まだ帰りたくないんだ。お、大胆発言。帰りたくない。そんなこと言われたら次に行く場所はただ一つしかないような気がしますけども。ほら、聞き返さないでって言ったばかりなのに。学習しない男なんで申し訳ない。で、どうなの。どう
こっちの気分次第ですか。もう、もう少し一緒にいたいの。君は？また聞き返して怒っちゃってるじゃん。本当？よかった。それじゃあ少し砂浜を散歩しない？あ、そっちか。俺は何を期待していたんだろう。おっと。さすがに誰もいないわね。あれ？帽子、あ、着てるわ。昼間の海も好きだけど、夕方に来る海もなかなかいいわね。見て、あの夕日。綺麗ね。え、素敵？何を？もう違うわよ。夕日よ夕日。せっかく綺麗な景色なんだから、ちゃんと見ておかないともったいないわよ。でも。またそういうこと。最近際どいことを言いすぎだぞ。際どいこと。表現としてはなんかちょっとおかしいような気がしますけどね。際どいですか。ええ、聞いてるこっちが恥ずかしいことばっかり言うんだから。え、そんなことない。私も前に言ったと思うけど、迷惑だなんて思ってもいないよ。お？ねえ。はい。あの今日は楽しかったよね。なんでこの突風、そしてなんでくしゃみ。ありゃ。もう寒くなってきたもんね。そろそろ帰ろうか。あら、今何かやろうとしてたように見えたんですけどね。風邪ひいちゃったら、せっかくの楽しいことだらけの思い出が台無しでしょ。もうそんな怒られたワンちゃんみたいな悲しい顔しないの。ほらおいで、帰ろね。こうして森島先輩とデートをした。この後駅で別れるまで先輩と僕はずっと手をつないで歩いた。ふう、今日は本当にいい一日だったな。ちゃんちゃん、素晴らしいイベントでございましたね。まあでも最後先輩はもっと大胆になんかやることあったんじゃないですか。でもあの突風とくしゃみのせいで、いや、あの突風は神からのなんかメッセージじゃないかな。まだ早いと、残しておきなさい、来週のまた同じ時間にと。わかりました。僕はそう受け取ります。ここでやるには早すぎるんだと。いや、もう素晴らしいね。もう完全に彼氏彼女。まあ、時々なんか犬と主人みたいな関係になる。最後なんてなんか、そんな感じだったよね。手繋がれて、ほら帰ろうみたいな。あれ、ペットに投げかける言葉だよね。ほら、おいで。帰ろ。
35日目の日曜日はこれにて終わりということで、この動画もここで終えていきたいと思います。そして次回からは翌週6週目最後の週をお届けさせていただくわ。ただやるべきことってまだまだあって、クリスマスデートに誘うとか、あとなんかイベント発生もあるかもしれないし、何よりもアタックイベントね、これまでまだレベル3好きになってから見てないので、その模様も見ていこうと思ってます。お届けさせていただく予定なので、楽しいことはまだまだ盛りだくさん。興味があればまた見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。